ランドバイからちょっと後ろに下がって上げ受け逆向き。いいよ。私はね得意な蹴りはね、同じ足で蹴るのが得意なんですよ。多分引き足が柔らかいからできるんでしょうね。足が動いたら当たらないんですよ。みんなこういう人が多いんです。はい、私のはそうじゃなくて必ず当たるんですよ。一番ね、練習のとやるの必要なのはね、これなんですよ。後ろ足蹴ってしっかりしてるとすぐ蹴れる。で、前に出た時はできるだけ柔らかく落としないように早く、っていうのをいっぱいやらなきゃダメなんですよ。こう降りるやつね、はい、今度は前足で蹴るときはこれを鍛えまして、前足は遠くに置いといてこっちの足が盗むんです。もうこれ自分の前ですから、遠くに行けばもうこれ私の前に来てる、蹴るの前これが入ってる。だいや少し届かせるかね、前に出て届かせる。最後はやっつけるから